プラレール、プラレールはタカラトミーが発売、販売している鉄道玩具である。姉妹品に自動車玩具のトミカ、小型版プラレールのカプセルプラレール、発売はタカラトミーアーツがある。青いプラスチック製のレールの上を単二管電池、または単酸管電池1本で走る三両編成の列車が製品の基本構成である。 ただし、産業編成に当てはまらないものも発売されている。製品は主に、鉄道が好きな15歳までの子供を対象として作られているが、生産が長期にわたるため大人のファンも多数存在しており、市販されていないマニアックな車種を製品化したガレージットが発売されたこともある。プラレールの特徴である単二電池で走る産業編成は、 プラ電動技車から確立され、2000年初期まで受け継がれた。1971年からシリーズの見直しとして、電動電車と電動光号を除く車両は絶版となり、快速電車、プラレール特急 D51 急行列車が加わった。この年は D51 貨物列車 EF15 電気機関車は廃止にならなかったため、モーターなしと、 フリーデザインの設定は全廃された。1980年代以降はギミックを取り入れた製品を開発しており、1983年には車内のチャイムを搭載したメロディープラレール、1984年には運転体験製品の先駆けとなる R-C プラレールを発したが、時期尚早に月数年で生産中止になってしまった。その後、 サウンドやギミックを装備した車種は2000年代以降、数多く発売されることとなる。トミカと同じく製品の品番入れ替えが不定期に行われており、音、ライトカメラなどギミックを搭載した車両もある。キャラクター関係では、機関車、トーマスシリーズや、チャギントンシリーズ、完全オリジナルである、ハイパーガーディアンシリーズ、実在の新幹線車両がロボットに変形する。 シンカリオンシリーズなども展開されている。プラレール博というイベントが、トミカ博と同様に主要都市で開催されており、こちらはイベント記念品などが発売されたり、会場で遊ぶことができる。プラレールは実際の鉄道現場で運行トラブル対処などの訓練用に用いられる場合もあり、タカラミーが発行しているカタログで紹介されたことがある。 JR 東海では2004年に東海道新幹線の運転士見習いの研修用に導入し、2006年からは乗務員の訓練にも取り入れられた。JR 東海特注の地上信号機の模型も存在する。東京メトロも2011年にプラレールを導入している。車体の材質は主に ABS 樹脂、ポリプロピレン等の合成樹脂、熱化素性樹脂であり、 車軸や電気接点など一部に金属が用いられている。一車両あたりの全幅は約4 0ト、mm、ル全高は約5 0ト、mm、ルほどである。これは日本の一般的な鉄道車両のおよそ1、70から1、80の大きさだが、その縮尺に対して車体の全長をさらに縮めた造形がされているのが特徴である。これにより手に取りやすい大きさでありながら、 小さな半径の曲線や急な坂を走行することが可能となっている。車両は一部の例外を除いて2本の車軸を持つ四輪車である。車輪は単純な円盤形状であるが、レール側が溝状になっているため、脱線することなく走行する。また、車両の端部に装備された連結機によって他の車両を連結試験引することができる。基本的には、 マグネット式の連結機だが、東部リバティやパンダ黒仕様などは専用連結仕様になっている。以前にはスティックで2車両をつなぐ仕様もあった。プラレールの車両は、先頭車、中間車、後尾車の3両編成が基本である。このうち、動力で自走するのは主に戦闘車であり、他の車両はこれに引かれて走行する一部、中間動力車がある。 戦闘車の内部には乾電池を搭載するスペースとモータースイッチギアなどの部品からなる動力装置があり乾電池を所定の向きに搭載しスイッチを入れるとモーターが回転しギアを介して車輪が駆動されるスイッチには電流のオンオフだけでなくギアを移動させる機能も備わっておりスイッチを切ると手で車両を動かせる初期型スイッチが全面下部にあり 手転がしができなかった。往復プラレールなどのギミックがある車両も多く存在した。旧メカボックス、動力車はフック型のボディカバーで電池交換を行いやすかった。しかしギアの音がうるさいという欠点がある。スイッチは全面下部分から屋根中央あたりに変更されている。使用電池は単2電池または単3電池。新メカボックス。 動力車は電池の誤飲防止のためにネジ止め式になり、フエコンやマスコンシャーシに乗せ替えができる乗せ替えシャーシとなった。また、旧メカボックスの欠点であるギア音はかなり小さくなっている。さらに、通勤電車などの旧メカボックスでは1スピードだった車両もすべて2スピードに改良されている。使用電池はすべて単三電池にへ変更。 スイッチは屋根中央部から屋根後方部に変更されている。中間車及び交尾車においては内部に何も搭載されていないのがほとんどだが、サウンド車やプラキッズ搭載車、ドア開閉車がある中間車や連結機能や無電源発行がある交尾車もある。また以前にはリモコン操作用の車両や動力のついた中間動力車もあった。車両は 新幹線車両や JR、私鉄の特急型車両、通勤型車両、機関車、客車、貨車などの実在する車両を模したものがメインである。車種によっては、鉄道会社の委託などによって、特定の場所、イベントでしか販売されない限定品も存在する。このほか、機関車、トーマス、チャギントンといった鉄道車両をモチーフにしたキャラクターを再現したもの。 オリジナルデザインの架空車両、プラレールハイパーシリーズなど、数多くの製品が販売されている。いずれも、一定期間生産、販売された後はカタログ落ちし、絶版となるが、塗装などのクオリティが向上されて、特定のセットやイベント限定品として、復刻販売される例もある。プラレールのレール部品は発売当初から基本的な、設計は変わらず、 過去のレール部品と現行のレール部品でも、ほぼ問題なく接続できる。一部の例外を除き、端面から見ると、アルファベットの H を3つ並べたような、上下対象のリバーシブルな形状である。一部、リバーシブル負荷のものもある。接続面は、突と尾の形をしており、小さな子供でも苦労せずに接続できる工夫が、されている。ただし例外として、 U ターンレール専用の曲線レールの接続面はオーム状の形をイギリスで発売されている機関車トーマスシリーズの転車台専用直線レールの接続面は上の形を複線ターンアウトレールの接続面は U 状の形をしている転車台と専用レールは一部のトイザラス限定セットにも含まれている基本となるレール部品は曲線レールと直線レールで 一部の例外を除きほぼすべてのレール、上傾部品がこのレール部品を基本としている。ターンアウトレールがその最もたる例で、直線レールと曲線レールを合わせた形になっている。近年では、レバーを上げるだけで車両を止めることのできるレールや、自由に曲げることができるレール、自動的に切り替えるポイントなども登場している。かつては、1、2直線レールや、1、 4直線レールの規格にも合わない半端な長さのジョイントレールが存在していたほか、曲線半径が現在の複線外側曲線レールよりも大きい大曲線ルブロック橋脚を使うニューカレールとは高さが合わないレールと橋脚が一体となっている大橋レールなどがあった。あとにこれらのレール部品は改良され、ジョイントレールは1、4直線レールに 大橋レールは、ニューサカレールに改良された。大曲線レールは発売終了となった。また、1960年代には、急な勾配を持つ、橋レールがあったものの、初期の手転がし車両用として作られたレールのため、電動車は降りる方向のみしか通過することが、できなかった。また、レールの接続方向を変えるためのジョイント、突型の部分を二つつなげた鼓型のジョイント等も、 存在し、旧版の転写台、大型転車台に付属していた。レールの材質は主にポリプロピレンなどの軟質プラスチックを使用しており、子供が手荒く扱っても壊れにくいものとなっている。ただし例外として、坂レールや坂曲線レール、マガレールなど一部に材質の異なるものがあり、これらは他のレールに比べ比較的割れやすい。 2000年代以降に生産されているレールには、車輪との接地面に細かいギザギザが入っているが、初期に発売されたレールには、ギザギザがなく、ズルツルで車輪が空回りしたりすることがあった。ズルツルからザラザラを施した時期を経て、現在のギザギザへと変わり、後輪のゴムとレールのギザギザを噛み合わせることで、しっかりと走らせることができる。レールの色は、青が基本であるが、 ハローキキドリームトレーンセットのピンク色など一部セット品には他の色のレールも存在する。なお、かつてチャスコ限定で赤、緑、黄、白のレールが売られていたほか、プラレール博など各種イベントでスケルトンや各種カラーレールが売られている例や、2012年にはチャギントンシリーズのコトコとビーのカラフルマガ、レールセット、マガ、レール、ブルースターのアクション度境内、 曲線レールなどがあり、緑色のエコ直線、曲線レールなど、例外も少なくない。レール部品の規格を基本に、プラレールの世界にも、実物と同様、橋、踏切、駅、信号機、車庫などの建造物を模倣した、情景部品が存在する。車両の動きに合わせて、遮断機が下り、音が鳴り、車両が止まるものもあり、プラレールの世界を彩っている。 上軽部品の多くは単品で発売されているが、車両基地、高架駅などの一部の上軽部品は、セット売りのみの場合が多い。トミカとのコラボレーションを考慮して、道路モジュールを組み合わせた、セット商品も発売されている。特に、プラロードは、プラレールと同様に、乾電池で自走する、モータートミカや道路部品、信号機などと組み合わせて遊べる商品であるが、 同シリーズは2006年以降絶版となっている。車両のない大型情景セットも存在し、日本全国アナウンスステーションなどがある。ステーション系大型情景部品は単体発売されることもあり、大きなドームステーション、機関車、トーマスナップフォードステーションなどのように、レールセットも併売される。その他、トイザラス限定など、小売店が企画したセットもある。 かつては多彩な情景部品が発売され、歩道橋や回転広告、灯台付きトンネル、牧場、ブロック式の建物、モノレールなどが発売されていた。一部の鉄橋やトンネルにスーパーレール製品をプラレール向けに変更したものが存在した。過去にはプラレールと互換性を持つ自動車もセット品や単品として存在していた。 実在の列車や車両などをモチーフにしながら、実際にはありえない、巨大な縮尺で作られたモデル。ボデを展開させ、レールを連結し、通常サイズのプラレールを内部に引き込む、ステーションへと変形する。デカプラレールタウント名打ったブランド名で、発売されたのは2008年発売の n 7 0 0系新幹線ステーションからであるが、その基本構造は1994年発売の、 未来特急のぞみ号で、ほぼ完成している。それぞれにも、成型色違いなどのバージョンが存在する。プラレールの人形遊びと、トミカタウンの人形を併合し再構成して双方、同じデザインに統一した、プラレールやトミカと一緒に遊ぶことのできる樹脂製の人形。プラキッズ駅セット、プラキッズ踏切、セットから登場。トミカにおいても、 マグナムレスキューシリーズから採用された。基本的な形は変わらないものの、細かなディテールは絶えず変化しており、わずかずつ進化している。頭、腕、足の3箇所が稼働する。腕と足は左右繋がっており、別々には動かせない。ロングスカートや着物姿、手のひらが下向き、片手または両手に工具を持っているなど、使い方が限定される。 デザインの人形も多い。遊び方は、駅構内などに立たせたり、対応車両に乗せたりといったものがある。プラキッズは、基本的にセットに付属する形で売られており、単品での販売はあまり見られない。傾向としては、プラキッズと銘打った、情景部品や車両単体、限定販売を含む、いっぱいつなごう系統の車両セットに同梱される場合が多い。また、 実在する鉄道や駅の反則用として制作されたり、ゲームセンターのプライズ品等のレアなデザインのプラキッズも存在す。他の玩具に比べて女性型プラキッズ、新幹線パーサーや女性客などが比較的多くリリースされているのはプラレール人形遊びシリーズのコンセプトであった人形で遊ぶ女子ユーザーを取り込むことを継承しているためである。 トミカワイワイ DVD では実際に売ってない撮影用のオリジナルプラキッズが存在するが当時の限定版にはレギュラープラキッズのタットンくんやコウジくんが当時販売した株式会社タカラトミーから発売されているプラレールの車両一覧であるキュートミー時代に発売された商品にはナンバリングがされていない口述 2002年頃からナンバリングされている。新幹線、編成車両には S、ナンバーが1の場合 S-01 とナンバリングされる。同様に一両編成、KF シリーズは KF-01 となる。さらに、キャラクターシリーズ、SC シリーズは SC-01 となる。新幹線2014年6月発売2019年9月より、 専用連結仕様に変更。鉄道会社とキャラクターがコラボした車両。ナンバリングは SC。電池を使わずに手転がしで走らせるプラレール。全更新させるとライトの色が変わり、前進させると黄色に、更新させると赤色にそれぞれ点灯する。ライト付き車両の交尾車両をこのテコロジーシリーズに変えると W ライトシステムとなり、 前後のライトを点灯させながら走行させることができる。ナンバリングは TP を用いる。車両以外に上景部品も展開されており、一般のプラレールと一緒に遊ぶことができる。なお、初期に発売されたシリーズは、モーターの出力が小さいものを使っているため、一部のレール部品で立ち往生する可能性がある。現在発売されているものは、 一般のプラレール車と同じモーターを使っているので、支障はない。トーマスの頭文字を取って、ナンバリングには T を用いる。2012年春以降、大幅に商品のラインナップが見直された。ナンバリングも TTS や変更となっている。超音波式噴霧装置を内蔵した蒸気が出ュトーマスセットは2017年3月30日に発売、開発の様子は、 同年3月8日に NHK で放送された探検学問で取り上げられた。2012年、現行でのラインナップ、おしゃべりトーマス、以前のラインナップ、おしゃべりシリーズ、もっとおしゃべりシリーズ、付属車両、キャラクター、機関車、トーマスシリーズ同様、車両以外に上景部品も展開されている。一般のプラレールと一緒に遊ぶことができる。 ナンバリングには CS を用いる。2017年で休止となった。付属車両、チャギントンテコロジーシリーズ。かつて発売されていた商品は、L 特急、電車などのように、車両形式を明示しない、商品名で発売されていたものがほとんどであるため、以下の車両形式は、必ずしも、商品のプロトタイプとは一致し場合がある。 最大重量牽引可能なハイパワーモーター搭載。2018年再発売2018年再発売機場、回線、2015年発売。は、表面、裏面の両方が使用できる商品。ナンバリングあり、ナンバリングなし、ナンバリングあり、ナンバリングなし。個人や主的団体などが主催し、近所の公民館などにプラレールのレールや車両を持ち寄り、 自宅ではなかなかできないような広い線路を敷いたり、たくさんの車両を並べたりして遊ぶことを目的したイベントを一般にプラレール広場という。なお、主催者の意向によってプラレール運転会などの故障が用いられる場合もある。プラレール広場は一般に基本的な内容が以下のようなものを言う。蒸の内容の他に N ゲージの展示、用事用プレイゾーンの設置、 修理コーナーの設置などを併設するものもある。また、自治体などが主催する祭事の一部として出展する場合もある。プラレール広場の始まりは、1998年8月23日に、東京都大田区の羽田図書館にて、青空鉄道という団体により行われた青鉄展である。第1回は、N ゲージとの併設で、プラレールの線路は規模が小さく、 車両の持ち込みもできなかったが、第2回、1998年10月4日開催、から車両を持ち込める、現在のスタイルになり、イベントの故障を正式に、プラレール広場と名付けた。1999年7月10日に、埼玉県川口市の芝北公民館で行われた、第1回プラレール広場院川口から、プラレール広場の故障に、イベントの開催地をつけた。 プラレール広場員という式の故障が初めて使われ、以後、同様のイベントが日本各地に広まるとともに、この形式の故障が広く使われるようになった。現在は日本各地のほか、香港にも広まり、大陸館、公民館、図書館などの公共施設で開催されている。その他、会場では地元を走る列車をモデルとした、改造車両や、絶版品、限定品の売買。 互いの車両の改造方法などを教え合うこともある。イベントの大型化に伴い、会場準備、運営、撤収などは団体、または仲間を集めて協力し合うが、時間や会場が限られるため開催頻度は低下した。そのため小規模で開催するプラレール広場も見直されている。その他、プラレール広場のカテゴリーではないが、各鉄道会社においても、 研修者個公開イベント時にプラレールを走行させたり、JR 西日本が500稽古玉号にプラレールカーを設置るといった動きが見られる。また、民間企業などが主催するプラレールを利用した事業においてプラレール広場の故障が用いられることがある。プラレールに類似する玩具が宝トミー以外からいくつか発売されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。